インセプションは、クリストファー・ノーラン監督、脚本、制作による2010年のアメリカの SF アクション映画。第83回アカデミー賞では、作品賞、脚本賞、撮影賞、視覚効果賞、美術賞、作曲賞、音響編集賞、録音賞の8部門にノミネートされ、撮影賞、視覚効果賞、音響編集賞、録音賞を受賞した。 全米脚本家組合賞ではオリジナル脚本賞を受賞した。冒頭、海岸で目覚めるドムコブは年老いたさ、伊藤と食事をする。その同じ部屋で今の斉藤とドムコブは仲間のアーサーと食事をしながらアイディアの規制に関して話す。コブはそこで亡き妻モルコブと出会う。コブはアーサーと共に金庫から秘密が書かれた封書を盗み出すが斉藤とモルに阻まれ。 仕方なくコブはアーサーを射殺して、その巨大な、日本的な屋敷を崩壊させる。これは、実は、アーサーの夢の中に入り込んでいたのであった。暴動が迫る古いアパートで、アーサー、斉藤は目覚め、コブは浴槽に、キックされて目覚める。コボル社に機密を教えるために、斉藤を銃で脅すが、斉藤にそこもまた夢であることがバレて失敗。これは、ナッシュの夢の中であり。 日本の新幹線 N700 系のグリーンシートで4人は寝ているのであった。エクストラクトという夢の中に入って情報を抜く産業スパイとしての仕事に失敗したコブは京都で下車、アーサーとナッシュモサ、伊藤と日本人協力者を残して去る。子供たちと電話で話す東京のコブのホテルの部屋にアーサーが来て一緒にヘリコプターで逃げようとするが、そのヘリコプターに乗っていたのは 斉藤であった。ナッシュを捕まえて口を割らせたのである。斉藤に促されて、ヘリコプターに乗せられたコブとアーサーに、斉藤は逆にインセプションが可能かを尋ねる。インセプションとは、相手の無意識にアイデアを植え付けることであった。アーサーは、不可能だと答えるが、コブは否定しないで、ヘリコプターを降りる。その際に、斉藤から、病気である競争相手、 モーリス・フィッシャーが経営するエネルギー複合企業を破滅させるため、モーリスの息子にして、後継者であるロバート・フィッシャーに、父親の会社を解体させるのを納得させるアイディアを植え付けるインセプションを依頼する。斎藤は、見返りとして、コブの犯罪容疑を取り消して、アメリカへ再入国して、コブが、娘と息子が待つ家に戻れる、よう、影響力を行使することを匂わせる。 パリへの機内で心配するアーサーにコブはかつてインセプションをしたことがあると伝える。コブはパリの大学へ行き、恩師でありなき妻モルの父でもあるマイルス教授から優秀な設計士としてアリアドネを紹介される。アリアドネに夢に入る世界を教え、設計を頼むがコブの夢の中で強烈な潜在意識であるモルの存在を恐れて断る。コブは ケニアのモンバサのカジノに行き、口出しな偽造師イームスと会って協力を要請。コブは追ってから逃げる最中に斎藤に救われる。夢の設計というかつてない挑戦に取り憑かれたアリアドネは戻ってアーサーから指導を受ける。コブは斎藤と共にイームスから夢を安定させる強力な鎮静薬を調合する調合師ユスフと会い、実際に体験するが、 コブはやはり潜在意識のモルの存在に悩まされる。フィッシャーが治療を受けるシドニーにいて、機会を待つコブ、斉藤、アーサー、アリアドネ、イームス、ユスフの6人。夢と現実を見分けるトーテムと呼ばれる小道具を作っているアリアドネは、コブと話した時にコブには、妻殺しの容疑をかけられていることを知る。ロバート・フィッシャーにインセプションする作戦会議では、夢の第一では、 父との関係を提起、第二階層で自分で何か作りたい、第三階層で自分の道を進め、と植え付けることにする。ワンコブが鎮痛薬を受けて、夢の中に入っているのを気にしていたアリアドネは、コブの夢の中に潜入し、そこで亡き妻のモルを閉じ込めていたことを知る。彼女はコブを心配し、自らも作戦に参加することにする。いよいよ、モーリス・フィッシャーが亡くなり、 作戦の準備のため斎藤は航空会社を買収しており、ロバートが乗るシドニー発ロサンジェルス行きの飛行機に乗り込んでロバートに鎮痛薬を飲ませて眠らせ、5人と共にユスフの夢に参加させる。第1階層は雨のロサンジェルス。タクシーを奪い、タクシーに乗り込んできたロバートを拉致するが、その時にコブたちは突然、機関車に襲われ、 斉藤たちも謎の武装集団に襲撃される。ロバートがすでに潜在意識に自衛手段をかけていたためで、銃撃戦で斉藤が負傷してしまう。斉藤を助けるために射殺しようとするイームスに対して、コブは鎮静剤が強力すぎるので、今死んでしまうと虚無に落ちることを皆に伝え、混乱の中作戦を変更する。倉庫に逃げた6人はロバートを脅し、 イームスは亡くなった、モーリスの右腕だったピーター・ブラウニングに分けて、嘘の情報をロバートに植え付けるのに成功する。武装集団に見つかり、車で逃げる6人は、車を運転する。ユスフ以外はロバートを伴って、第二階層のアーサーの夢であるホテルに入る。ホテルのバーで、金髪美女に変身したイームスはロバートをくどく。そこで、ロバートにコブは、夢の中にいることをあえて伝えて、 追手を倒し、ロバートが監禁される予定だった部屋に入る。その部屋に、ブラウニングが現れたため、ロバートはブラウニングが、陰謀の主であったかもしれないと思い、ロバートは率先して、第三階層に入ることを望み、アーサーが残って5人は、イームスの夢の中に入る。ユスフの運転する車は、雨の中、武装集団からの攻撃を受けており、その中で眠る6人は常に、 第2階層でも、重力の変化や振動、天候の異常を感じる。ホテルに残ったアーサーは、5人が眠った後は、上の階層で車が傾くと、重力が変化するような状況で追ってと戦うことになる。第3階層は、雪山の病院。イームスは、おとりとして、武装集団を引きつけ、その間に、斎藤がロバートを伴って病院に潜入し、コブとアリアドネが護衛する。 1> 第1階層でのユスフの運転する車は橋から飛び降り、その衝撃で第2階層のアーサーも吹き飛ばされ、第3階層では雪崩が起きる。負傷している斎藤を伴って、ロバートは金庫に入ることに成功するが、直前でモルが現れ、ロバートを殺したためにモルを射殺するがロバートは虚無に落ちてしまう。作戦の失敗を謝罪するコブにアリアドネは一緒に虚無に落ちて、 ロバートを救うことを提案する。コブとアリアドネは虚無に入り、廃墟が崩れる海岸で目覚める。そこは、コブが亡き妻のモルと愛し合っていた時に共に作った、思い出の場所が詰まった世界であった。コブとアリアドネは、第三階層で射殺したモルと出会う。モルはコブに虚無に残ってほしいと頼み、コブはアリアドネに過去に戻りたくないと言ったモルに対して、インセプションした過去を語る。 次のキックが迫る中、コブをナイフで襲ったモルをアリアドネは射殺し、ロバートを見つけて高層階から突き落とす。第3階層では、斎藤が武装集団を引きつけていたが、力尽きてしまう。イームスが与えた電気ショックで、ロバートの蘇生に成功してロバートは生き返り、ロバートは金庫を開けて死ぬ。間際の父モーリスと対面して、遺言を得る。 インセプションが成功したのを見届けて、イームスは、第三階層の病院ごと爆破する。未だモルに翻弄されるコブにアリアドネは戻ろうと、懇願するが、コブは虚無に、サイトーも落ちてくるから、彼を助けてからだと、先にアリアドネだけが、第三階層の病院に、病院の爆破で、第二階層のホテルに戻る。第一階層の乗車中の車の落下で無重力となってしまったために、 第2階層でアーサーはエレベーターに5人を乗せて爆破し、キックの衝撃を与える。結果、川に落ちた車の中に乗っていたアーサー、アリアドネ、ブラウニングに変装したイームス、ロバートが目覚めて川に沈む車から脱出する。冒頭のコブと年老いた斎藤が食事をするシーンに戻り、虚無の世界で年月が経ったのがわかる。コブは斎藤にアイデアについて語り、 斎藤に自殺を進め、やがてコブ、斎藤、アーサー、アリアドネ、イームス、ユスフ、ロバート全員が現実の飛行機の中で目覚める。コブはアメリカへの入国審査をパスすることができ、マイルス教授に空港で迎えられる。コブはアメリカの自宅にたどり着き、夢か現実かを判断するためにトーテムを回す。そして子供たちと再会し抱き上げる。 そんな幸せそうなコブの背後でトーテムは不安定に回り続け、止まるか止まらないかという寸前で物語は幕を閉じる。劇中で参照されるイギリスの数学者ロジャー・ペンローズによるペンローズの怪談、マウリッツ・エッシャーなどの作品に深く影響を与えた。クリストファー・ノーランが構想期間約20年ほどの歳月をかけた作品であり、イギリス系アルゼンチン人の作家である。 ホルヘルイス・ボルヘスチョ、電気集の短編、ラス・ルイナス・セルキア・レアーズや、エル・ミラグロ・セクレトから着想を終えたという。構想中には、マトリックス、ダークシティ、13回などの作品から影響を受けている。2002年、インソムニアの撮影を終えたノーランは、ワーナー・ブラザースに対して、夢の中に入り込む泥棒を描いた80ページほどの映画の脚本と、 重力が反転するホテル内での格闘シーンを描いたコンセプト画を提示した。このホテルの格闘シーンのコンセプト画をワーナーが気に入り映画化することが決定した。当初はホラー映画として制作される予定であった。しかし、本作の脚本を執筆中にダークナイト三部作の撮影があり、また、ノーラン自身もインセプションを よりスケールの大きな映画にしたいという気持ちが生まれたため、脚本が完成するまでに8年の時間を要した。2009年2月11日、ワーナーブラザースよりノーランから本作の脚本を購入したことが発表される。同年6月19日に東京で制作が始まり、ロサンゼルス、ロンドン、パリ、タンジェ、カルガリーなど世界各所で撮影が行われた。東京では、 新幹線車内での撮影やヘリの空撮、都内の高層ビルのヘリポートでの撮影が行われた。また、映画の中に新幹線の走行シーンが登場するが、制作側から、日本のイベント、映画制作会社に、緑あふれる田園風景を新幹線が駆け抜ける場所との依頼があり、監督好みの車両がすれ違うシーンを調べた上で、静岡県藤川付近で撮影された。 主要撮影は7月13日より開始された。7月15日には、ユニバーシティカレッジロンドンの図書館で撮影が行われた。図書館の標識はフランス語に変更された。8月17日、セーヌ川のビラケム橋周辺で撮影が行われた。また、8月24日にはモロッコで撮影された。9月27日からは、ロサンゼルスで撮影が始まった。 本作の音楽は、ハンス・ジマーが手掛け、ノーランとは、バットマン・ビギンズ・ダークナイトに次ぐ通算 3, 3回目のコラボレーションとなった。ジマーによると、とてもエレクトロニックなスコアであるという。作中でのギターを、元、ザ・スミスのジョニー・マーが担当している。コブたちは、夢から現実に戻るサイの合図として、エディット・ピアフの水に流してを使用している。 コブたちが深い階層にて活動中に印象的な音楽が断続的になるが、これは水に流してを低速度で逆回転させた音である。モル役のマリオン・コティアールカ2007年にエディット・ピアフの電気映画で主演しているが、それより前に脚本で曲を使用することが決まっていた。ジマーによる劇中音楽を抜粋したサウンドトラック版が、 映画公開直前となる2010年7月13日にアメリカで発売された。日本版は8月4日にワーナーミュージックジャパンより発売された。ボーナストラック予告編で使用され、話題になった楽曲は、ハンスジマーではなくザック・ヘムジー作曲のマインド、ハイスと、CD 化はされずダウンロード販売のみ。2010年7月ワールドプレミアにて予告編は、2009年8月の イングロリアスバスターズで第1弾12月のシャーロック・ホームズで第2弾2010年5月のアイアンマン2で第3弾が公開された2010年7月8日にロンドンのレスタースクウェアでワールドプレミアが行われ7月16日よりアメリカのアイマックスシアターと従来の劇場の両方で一般公開された日本では同月15日に 東京国際フォーラムで特別試写会、2日後の17日より3日間の先行上映が行われ、1週間遅れとなる23日より一般公開される。2010年春よりポスター、広告、ウェブサイトを利用したバイラルマーケティングが開始された。ワーナーブラザースによると宣伝費は1億ドルである。日本では7月7日午後7時7分に、 全国35都道府県136カ所の街頭ビジョン、電気店舗のモニター、交通機関の車内モニターを使った映像ジャックが行われ、ディカプリオ、渡辺県、ノーランの3名による緊急声明映像が流された。キャッチコピーはお前の頭へ侵入する。犯罪現場はお前の頭の中。ディカプリオがお前の頭へ侵入する。 渡辺県がお前の頭へ侵入する。北米の公開初週末3日間で6280万ドルを稼ぎ出した。これは、レオナルド・ディカプリオ主演作では過去最高のオープニングであり、また、SF 映画として、ジェームズ・キャメロン監督のアバターに次ぐ史上2番目のオープニング記録となった。2週目も、アンジェリーナ・ジョリー主演のソルトを引き離し、主位。 同様に3週目も、周囲を維持した。ロッテンタメイトスによると、87%が、本作に対し、肯定的な評価を下し、平均点は8.0となった。またメタクレティックでは、38のレビューで、平均点が100点満点中76点であった。英国のエンパイア誌では五つ星映画に認定され、ウィリアム・ギブスン作品を脚色したスタンリー・キューブリック。 映画のようだと評された。また、本作は、日本の著名人からも高く評価された。詳細は、インセプションの受賞とノミネートの一覧を、参照日本では、ワーナーブラザースホームエンターテイメントより、ブルーレイ DVD ウルトラ HD ブルーレイが発売。ありがとうございます。